の人、熱血勇者ラムネスです。全宇宙永遠のヒーローダサイダーです。さて皆さんお待ちかねのラムネスダサイダーの最強人生相談の時間がやってきたわけなんですけれども、ちょっと待った。ああ、どうしたの？どうしてラムネスダサイダーの最強人生相談なんだ？どうしてったってこういうタイトルだから。だからどうしてそういうタイトルなんだ？だって俺たち二人で人生相談するんだろ。だからだからどうしてダサイダーラムネスの最強人生相談じゃないのかと聞いてるんだ。は？うん、俺様の名前がお前の名前の後に来ているのが気に食わんと言ってるんだよ。そんなことどうでもいいじゃないか。どうでもよくない。またまたお前は変なところで意地なんか張っちゃって。どうでもいいんだったらダサイダーラムネスの最強人生相談とタイトルを変えたっていいんじゃねえか。やだ。俺見ろ、お前だってこだわってんじゃん。そんなことないよ。じゃあどうしてなんだよ。うん、だってさ、主役は俺だろ、ヒーローでしょ。だったら俺のラムネスっていう名前が最初に来るのが当然じゃん。何言ってんだよ。究極のヒーローたる俺様の名前こそが最初に来るのがいいんだ。は？なんだって？究極のヒーローたる俺様の名前こそが最初に来るべきなんだと言ってるんだ。ああ、なるほどなるほど、うん、でも俺はね、ラムネスっていう名前が最初に来た方が絶対にふさわしいと思うな。やっぱりやっぱりこだわってんじゃねえか。わかったよ。じゃあね、こうなったら正々堂々何？正々堂々馬じゃねえんだ。どうどう。そうやって人の上げ足ばっかり取って、正々堂々と、うん、じゃんけんで決めようぜ。それだったら文句ないだろ。ちょっと待て。なんだよ。これはな、いいか、ラジオなんだよ、うん、ラジオだよ。ラジオだからリスナーの皆さんには見えないじゃないの、うん、当たり前じゃない。だからさ、うん、それをいいことにさ、うん、お前がなんか卑怯なことするといけないんじゃないの。だからさね、ここは一つリスナーの皆さんにも聞こえるように口じゃんけんってのはどう。 口だって見えないよ。なんで？だから言えばいい。あ、言うのね。そうよ。やだな、もう。はいはいはい、わかりましたよ、うん、よし、じゃあ行くぞ。じゃんけんチョキ。ああ、やったやった、俺の勝ちで。いや、俺様の勝ちだ。 あれ、音確かめんだから。おお、だってお前今パーって言ったじゃないか。何言ってんだよ、俺様グーって言ったんだよ。卑怯だぞ、パーって言ったくせに。いいか、ラムネス、うちはな、じいさんの遺言でじゃんけんでは絶対にパーを出さないことになってんの、うん、あ、嘘つけ。そうだ、リスナーのみんなが証人だから。なあみんな、ダサイダーはパーだよな。誰がパーだ、誰が。いや違う、ダサイダーはちゃんとパーって言ったよな。そうだよな、リスナーのみんな。バカめ、いくら証人が言おうともラジオに演技が念じるが。きたね。分かったよ、もう勝手にしろ。ではタイトルはダサイダーラムネスの最強人生相談でいいな。うん、やだけどいいよ。では本番に入るとするか。ダサイダーラムネスの最強人生相談、まず最初のお便りは足立区の三島ゆりちゃんから。ラムネスダサイダーの最強人生相談をってなんだよ、このハガキボーッ。ああ、おいおい、ハガキの宛名ぐらいはしょうがないだろう。とにかく次のハガキ、これは石川県の白井よしみちゃんから。ラムネス様、どうか私の悩みを聞いてく。なんだよ、これもボーッ。あ、なのな。これもラムネス、あれもラムネス、なんだよなんだよこれは。どれもこれもラムネス宛てじゃねえか。俺様は非常に面白くない。ああ、貸せよ、俺が読むから。法屋市の神田みどりちゃんのお便り。親愛なるラムネス様、私は思い切って告白いたします。私は最初にあなたのことを知った時からずっとあなたに憧れてきたんです。俺に毎回あなたの活躍をドキドキしながら見守ってまいりました。あなたはいつもキラキラと輝いているようでした。出ちゃうな。私の写真を同封します。あんまりよく写ってませんけど。あ、これか、写真っていうのは。かわいい。俺は今猛烈に感動している。私の住所と電話番号を書いておきます。お願いです、どうか連絡してください。あー、やめろ、何すんだよ、ダサいんだ。面白くない。電話番号が、なんてことすんだよ、
なさいな。なんだよ、済んだことをいつまでもぐちょ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 言ってるとミルクに言いつけんど。ああ、それを言われるとつらい。さあさあ、さっさと次のハガキ。奈良県のペンネームスイカソーダさんからのお便り。私は19歳の女子大生です。私が住んでいるアパートの向かいにカラオケブーがあるのですが、毎晩朝までうるさくて叶いません。ストレスもたまりすかりノイローゼ気味の毎日です。一体どうすればいいのでしょう。あ、何、カラオケがうるさい、うるせんな。そういう連中はな、人間のクズだな。おい、お前もよくカラオケやってるじゃないか。とにかくそんな場合はすぐにそのバーに乗り込んでってだな。機関銃でも乱射してやるといいんだ。あ、むちゃくちゃ言うなよ。あんなストレス解消にもなってな、一石二鳥だな。おい、真面目にやってくれよ。次は練馬区の加藤大輔くんのお便りです。僕の家は環状7号線のそばにあるためうるさくてしょうがありません。どうすればいいでしょうか。そんなのうるさぐらい聞かなきゃいいじゃねえか。さっきの女子大生にとってはえらい違う答えだな。あう、あ、しかし何でもない、聞かなきゃいいって言ったって寝るときはどうすんだよ、寝てしまえば聞こえねえじゃんかよ。ああ、お前な何でも来なさい。俺様の人生相談はまさに無敵。ああ、もうしょうがないな。続いて小屋市の木村恵子ちゃんからのお便りです。いつもかっこいい、あ、ダサイダー様ん、いつもかっこいいダサイダー様、うん、こんばんは。はい、こんばんは。今日はダサイダー様にぜひぜひお願いしたいことがあるんです、うん、聞いてくださいます。うんうんうん、聞いてくださいますよ。ドーンと来なさい。実は今、サラ金の返済に困ってるんです。300万ばかり無担保で貸してもらえませんでしょうか。知るか。